10枚ぐらいのカードを持ってまいりました、予言のマジックですね。今からカード広げます。お好きな場所に差し込んでください。いいですか。どのカードの下に差し込んでもいいですよ。お客様は今このスペードの4の下に差し込んだわけですよ。スペードの4と、見事に表も裏も一致しました。裏も一致してるっていうのは本当にすごくてですね、なんでかっていうと、例えばこのカードなんですけども、裏金色なんですよ。でこれは裏青なんですよ、ね、で水色とか黄色とかピンクとか赤裏って、これ1枚しか入ってないんですよ。